まして、もぐらの祭りを監督された井槌監督から、こちらは高等科のコラボレーション作品ということで、そうですね、コラボレーションという作品を作ってみて、普段例えば自分が作品を作る上での手応えとまたちょっと違ったところにあるかと思うんですが、そういったことについていくつかお話が聞けると嬉しいです。あ、どうも井槌です。こんばんは。本日ありがとうございます。そうですね、何が違うかというと、その高等科の学生さんをいかにこうの持ってる何かをこう引き出すかってことが一つテーマになるんですね。それで、シナリオはなんか10人ぐらいで、書き始めて、用意どんで始めて、いろんな設定、いろんな出来事をなんかこうパッチワークのように縫い合わせながら、一つのシナリオに紡ぎ上げていったっていう、その時間がなんかシナリオに時間をかけたというよりは、なんていうんですか、僕が考えてるドラマみたいなものに引きつけていくために時間がかかったっていうことでしたね、シナリオに関しては。であと、その分なんかちょっと奇妙な展開の映画になったと思います。で、現場に関しては、カメラマン、録音技師以外はやはり美学校生なんで、それももうなんかてんやわんやで、よく分かんなくなったりして途中、そういうドタバタはあったんですが、僕としては面白く、気合を入れてやれたという感じでしたけどね。ありがとうございます。それでは両監督から、これから見る観客の方々に最後に一言と、あとは今後のご予定など皆さんありましたら一言ずついただきたいと思います。じゃあ井槌監督お願いします。はい、この作品についてなんですが、そうですね、僕の映画は割と、ペシミスティックというか暗い映画が多いんですけれども、本来この映画もなんかそういうつもりで撮ったんですが、出演していただいた女性3人のキャストの人柄等もあって、初めて、どっかユーモアがあるというか朗らかな、タッチの映画になったので自分でもちょっとびっくりしております。その路線も面白いなと思っているという感じです。予定に関しましては、今週この秋ですね、11月に、今日見ていただくモグラの祭りを含む新作3本を、このユーロスペースさんでレイトショーし、やります。でそれに合わせて僕の過去の映画も、特集されるので、なんとか11月はレイトは熱くしたいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは川辺監督、清水彩さん。